ホームビルトキバンズ RV-4 フィンランドのゼネラルアビエーション空港であるヘルシンキマルミ空港ゼネラルアビエーションあるいは一般航空とは航空の分類の一つで軍事航空と定期航空路線を除いた航空の総称であるジェネラルアビエーションと表記することもあるまた日本ではゼネアビと短縮させることもあるゼネラルアビエーションの範囲は運航の目的で言えば 報道関係、航空機使用事業、企業の車用機、個人の自家用機、航空スポーツ、エアラインによる定期便以外の輸送も含む、個人的なものであるか商業目的のものであるかを問わない。日本では自家用機の数が少ないなどの事情があるため、ゼネアビと言いながら、もっぱら、産業航空を指していることがある。操縦士の技能証明は、航空機の種別、 エンジンの種別で異なる。機種によっては、形式の限定免許があり、それぞれに応じた資格を取得しなければならない。エアロユニオンが運用するの空中症を書き、エアタンカー産業航空とは、主事の航空産業の総称である。一例として、日本の航空法による分類を示す。アメリカでは、重役の移動用や、超富郵送のプライベートジェットを顧客に代わり運行、管理する会社、 エアタクシーやチャーター専門の会社、火災発生時に自治体から空中消火を請け負う会社など、多数の専門会社が存在し、これらの会社にパイロットを派遣する会社、機体の整備を請け負う会社も存在するなど、大きな市場が形成されている。以下のような業務を指す。飛行検査外では、任務の性質上ヘリコプターが多く使われている。 アメリカでは5288のコミュニティ空港がある。それらの多くはゼネラルアビエーションに供用される。アメリカではゼネラルアビエーションは GDP の1%以上を占め130万人が整備や製造に従事する。ありがとうございます。